ーター公平、江原翔太郎、慎太郎、そしてリングの下の覇者です、ハビエル・カーター、まあ、5枚ということになったシガー・レイクスの面々です。ジェームズ・マイケル・マカドゥ、最後は松江の番人エヴァンス・ルーク、今日のスターティング5です。出だしの強度注目ですね。ティップ最初のポゼッションです。さあ最初のポゼッションはシガが取りました。高い位置から出ます。ダブルチームでいった、空いたところを使う、右のコーナーから刺してマカドゥから合わせにくて、マカドゥのフォロー来ました。いいですね、マカドゥ選手ハンドを運んでいく、ピッチを使ってマカドゥ、マカドゥがもう一回寄る、ハンドドライブからのジャンパー、マカドゥはピタリと疲れています。ニックゲイ、右のコーナー津山、飛ばしてからのスリー、津山選手ここ難しいショット決めれましたね。はい、ユーアイチェ、ガドソン、江原のスリーポイント来ましたね。間を割っていった、使った、マカドゥゴールした、コースを作ってねじ込んだ、いや2つ目ファウルになりましたね。うーん、マカドゥそうですね、まあ、最後少し押してしまって、モータム自ら行きました。ガドソンダンク、決め切りましたガドソン。さてワンポゼッション差です。下につける、反転からピタリと疲れていますが仕上げました。いいですね、ディフェンス、今相手がショットを落としたところしっかりリバウンドを収めているというので、そこを続けたいですね。そうですね、このセカンドチャンスになりましたね。ハンド来ました。この2人の司令塔が流れを作ります。開いたところからいいですね、グッドエヴァンス選手冷静ですね。島根のオフェンスというのはまた一段と加速するんじゃないかなというふうに感じています。そうですね、ケイ選手のリバウンドが止まらないですね、反応が早かった。さあ前にキックアウト、オープン作った、さあうまく作ってまだ打たない、下側のスリー、さあしかも一つ返したいですね。一応か期待のビッグマンです。下を通しました、狭いところ、野本の仕上げ、いやいいですね、ついていきます。野本、一応かピック、野本がドライブで使うディープスリー、岡田でした。いいですね、岡田選手ベンチからしっかり勢いをチームに与えた、まあ、ここが非常に良かったと思いますね。北川、ワイリー共に躍動したという前半の、ワイリー先ほどは守備で見せた男です。ワイリー飛ばしたドライブからのフローター、素晴らしいプレーですね。いや今日いいですね、強いアウトサイドのショット、やはりここに釣られて今のような長いクローズアウトから、速攻です。縦に速い攻撃、テンポがいい、堀山スリー、クラーク、クラークはもうこの人が出たら流れが変わる、うわー来ましたね、もう本当に 2-3 のワイリーから激しく当たりましたが、ここちょっとぽっかり空きました。そうですね、シガ一つ面白いトラッププレー、中を閉じた島根、もう一回岡田です。クラーク選手手届きましたね、縦に1本曲がる、しに行って展開を作る、まあ、そういったところは、このクォーターも続けようというところだと思うんですが、そこに対して島根のいいディフェンス、まあ、その手の出し方というところですね、引っかかってしまっているので、島根でのプレーは7年目になりました。北川です、ゴール下空いた、素晴らしいサイドラインからのスペインピックアンドロールで、本当に開幕から白浜選手のいない中でワイリー選手の成長というのが非常に光っています。田原コース探し、ユーアイチェ切り裂きました。ユーアイチェ代わって入った安藤がつく、ここもドライブ、いいですね、連続ポイント、江原、田原、左からのコーナースリー、ゴール下粘る、カーター選手よくリムランしてきていましたね。はい、さあクラークは上を通しました、下で強いシンプルなハイロープレーですね。うん、32番カーターです。モータム、いろんなプレーができます、この人くるっと回ってモータム、うまい、すごいですね。
いや幅広いですね。ボールをつないで、ディフェンスが交差するところ島根のディフェンス陣はスイッチしてくるんですが、うん、まあ、そこに対して島根ここ 3-2 のゾーンですね、はい、守備の形をちょっと変えました。やり方 3-2 ゾーンで見るところでモータム、いいですね。モータム選手下に出ます。クラーク動かす、テンポがいい、左からのコーナー、いいですね。今志賀も素晴らしいディフェンス強度だったんですが、さあ北川使った、ケイオープン作ったクラークのスリー、スーパーシックスマン止まらない、いいですね。粘るディフェンスリバウンド拾ったシガ、走る走る、速い速い速い、持っていく野本、いいですね。野本選手スピードスターが光ります。ここはもうトランジションが目まぐるしい、入れ替わってオープン、左からのスリー詰めた、モータム粘る、ゴール下、北川が受けに行きます。ハンドオフで引き取った、安藤ピック使う、マカドゥ運ぶ、安藤を使って切れ味があるぞ、使って合わせた、マカドゥもう一回マカドゥ、マカドゥ選手も一つ目は止めたんですが、マカドゥ選手、まあ、ケイ選手へのダブルチーム素晴らしかったですね。ですね、マカドゥです。ハンドオフで津山、キモーター、お見事、綺麗でした。反撃スタート、常田ピック使う、運ぶ運ぶ、おー取った、そして縦に速い攻撃、仕上げはマカドゥ、ハーターから UIK スイッチする、マカドゥが出てくる、田原動かす、モータム、クローター、美しいですね。安藤どうする、トップの位置、津山フェイク、切れ込んだ、仕上げた津山、いいですね。津山選手ボール下につけましたが、ちょっと感じていませんでした。そうですね、ここもターンオーバーです。おう、また入れ替わる、田原ドライブ、ドライブ、モータムのレイアップ、ダブルチーム、お手を出していった、マカドゥコートの開拓、盗みました、したね。いやー、16番野本に預けます。島根は 3-2 のゾーンですね、ゾーンで対応します。モータム、いやー、ねじ込んだ、市岡スクリーン利用して野本、手を出していって取った、マカドゥ選手、またマカドゥ、クラーク、マカドゥ遊びました、見せます、見せます、ショータイムですね、一瞬なんですが、そうですね、まあ、ここも本当に鋭い出足でしたね、スティール数はリーグトップです。今日も盗みまくってます。安藤は自ら運ぶ、自ら運ぶ、安藤まだ持つ、安藤からルーク、ルーク、フィジカル使ってのフックシュート、いいですね。いや、見事な空間作り。さあ、一岡からモータム、激しくいく、クラーク、手を出していく、背負って、回って、モータム、うん、リバウンド島根、早い、早い、マカドゥ、マカドゥ、マカドゥ、一ついいオフェンス、組み立てたいですね。そうですね、形作りたいところ。オーバー、逆を見た、岡田フェイクで飛ばしてサイドステップ、3来ましたね。さあ次は守備で見せたい、マカドゥピック、クラーク逆オープン、北川スリー、不思議シューター。さあ残りは2分とちょっと、オーバーキックアウト、森山切り込んでのレイアップ、いいですね、森山選手、日本人コンビできました。オーバー引きつけて森山、ペイントアタック、エンドワンですね、エンドワン、いやー、いいプレーでした、いいですね、はい、まあ、今のも本当に、内側の手で速い、下側止まって右に振る、動かす、クラーク、かわして決める、ボディバランス素晴らしいですね、スルスルっと入って、岡田のショットは落ちて、もう一回粘る、モータムスリー、ようやくモータム選手に一つきましたね、まあ、以降フリースローになるということになります。ニクケイスリー、一旦減速、加速、一気にいった、いや良さが出たが、リバウンド、もう一回オーバー、いやー、ケイ選手ブロックショットですね、最後は派手なブロック、晴れ山からクラーク、クラークからハンドオフで晴れ山のスリー、職人ケビン見せました。
まああいった形でカウンターでアタック仕掛けていくというのがやはり滋賀は一つ、ポイントになりそうですね。さあクラック2ポイント、決めきれ。アウトサイドに日本人の選手、スモールの選手は1人というラインナップになりましたね。そうですね。岡田のフローター、フォローしたモータム、いいフォローでしたね。モータム選手、ピタリとついている。でバンスルークの対応です。カーターゴリ押し、カーターゴリ押し、カーターがいった。い強いですね。強い、まさに重戦車です。クラークからエヴァンスルーク、手を出していった。選手野本のエナジー全開です。モータムから素早く動かして野本のスリー切るということにはなるんですけれども、いやここね手が出ました。そうですね、そしてここ本当にもうアウトオブバウンズになりそうなところをもう一度手を伸ばして、そしてその後しっかりコーナーランして、素晴らしいプレーでしたね。若きミスターレイクスです。マカドゥー、マカドゥー、クラック回った、合わせました。選手お見事、攻めることができるか。野本タフなディフェンス、津山仕掛けに行く、スネーターが返す。津山選手なんとか沈めましたね。とにかく、滋賀を仕留めたいという、まあ、そういった意思を感じますね。ですね。安藤のスリーポイント、ここで来ましたね。安藤選手、さあどうする。オーバー島根、2-3、2-1、2のゾーンですね。ちょっとまた形を変えてきたところ、モータムが合わせ、いや糸口探しました。田原選手いいバックスクリーン、さあダブルチームで来る滋賀、おお仕留めるか。取った取った、オーバー、オーバーから最後はカーターダック。いいですね。久しぶりのコート、大場選手いいプレッシャーですね。手を出していったカーター、ダック